はい、ご覧です。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、やっぱり来ましたね。復刻、さらに 30% オフのガチャスタンプ付きということで、これはですねもう回すしかありませんよ。僕はですね目印キャラ大体持ってるんですけども、持っていないキャラ実は2体あるんですよ。なので今日はねそのあたりのキャラを狙って回していきたいなと思います。僕が持っていないのはダブルゼータの名打衆って呼ぶのかな、この槍の鬼雲、こちらとですねダブルゼータの暗黒蛇竜衆、この2体持ってないんだよね。なのでその2体を引きたいなと思います。確率的にはね両方とも 1.3% なんで、もしかしたらちょっとこれワンチャン引けるんじゃね、 30% オフだしね。さらにですねちょっとこれ地獄なんですけども、今回のイベントで持っていないキャラがまだ1体あります。これどうしても欲しいキャラ、トリプルゼータのニョロロンのシソリュ、これ持ってないんで、このシソはねシソッパはやっぱ欲しいっすよ。なのでまあ 0.1 なんだけど、今低かってのはあるんですけども、なんか僕ねいつも確率ダウンの方が引けちゃったりするんで、今日はね見せたいと思います。もちろん秘策があります。アルフォートの推しの子コラボということで、僕推しの子大好きなんで買っちゃいました。しかも噂なんですけども、ここだけの話、次のイベントコラボが来るんじゃないかというね噂があります。もうすぐ発表なんですけども、ということで推しの子を食べてですね、ちょっと今日はね神引き狙っていきたいなと思います。おっと、個別パッケージも推しの子バージョンでむっちゃ可愛い。まあ味はね推しの子の味がするわけじゃないんで、普通のこのアルファート普通にうまいんですけども、なんですけども、ちょっとこれね食べて神引きしますよ。やばい、マジでうまい。それではガチャ回していきたいなと思います。今回ねこのガチャスタンプがあるんで10連いきます。当たり前じゃないですか。さあサクッと神引きしていきたいところ。さあ3150ポイント、これならちょっと回しやすい。マジでこれね使えるキャラばっかなんで、特に初心者の方今ねチャンスかなと思います。いきます。てい、しかも氷点なぜ、マジでいったー。推しの子、おっと金かぶ率も高い推しの子効果来てます。今日もですね推しの子 Amazon プライムで見ながらね周回してましたよ。さあマジでアルファートもうまいしさ、このコラボバリバリ最高じゃないか。お菓子が止まりません。コーヒーとね一緒にアルファートむっちゃ合うんですよ。ということで、そんなことよりも止まればマジで新キャラ、持っていないキャラは2体のみ。そして新キャラ、まさかのシソリュー来るのか、 0.1%。 さあ確率ダウンに強いんですよ。さあ止まってほしい。まあワン、ちょっと待って、これクローン黒竜暗黒だよね。 0.1 だよね。サクッと来たけどさ、ちょっと待って、0.1 だよね。ここで来るの、ちょっとロマンあるよね。 0.1、 しかも今回のイベントで一番使えるキャラと言っていいでしょう。しかも特殊能力全部入りですよ。マジで言ってんのこれ、やばくね。これはほんとマジでやばくね。まだだって2次カップあるしね。しかも金カップからこれサクッと、危うくちょっとスルーしそうになったけども、やばくねマジで。推しの子やべえ。いきます。ちょっと興奮が止まんねえ。おっと、ここは止まんねえ。さあ2次カップこれ止まる。これちょっとダブルゼータ以上でしょ、これ来るっしょ。これやばくね。ここでさ 0.1 の青龍とかさ来たらマジやばくね。いきます。 0.1 マジ何なのプリプリのガチャ。いきます。取れ、あっと止まんないけど、すげえすごいよね。ダブルゼータのワルニャ 1.3% 来ました。マジか、ちょっと待って、ロマール。ちょっとワルニャが微妙に技レベル上がったのはちょっと気にはなるけどね。これはちょっとマジの神引き来たんじゃないでしょうか。さどうなんだろう、皆さんはですね今回のこのね復刻ガチャ、多くの方がね回されたと思うんですけども、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。ちょっ
とマジやべえ、これからここで運をなんか全部使った感がある。なんか今後のガチャがやばそう。もうあとはですね、始祖だけなんで、まあ次ラストチャンスの前に何かもう一回なんか来そうな気がするんだけど、まあそこで出すかラスちゃんで出すか。いやでもな、なんか僕あの確率アップの方がね沼るんだよね。もうだから全く意味わかんないんだけど、ということで、まあとりあえずですね、まあキャラもゲットしたしね、まあ持ってるキャラあるんで、今回特殊能力持ちで復刻してんだよな。まあそのキャラもね使いながらちょっと攻略ねやっていきたいなと思います。マジでやべえ。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあ追加されたマップのこの難しいステージやっていきます。さあ今回復刻した竜道ですね、こちら攻撃力アップ、ランクの高いバフはですね非常に使えます。さあそしてこの竜人覚醒竜太、こちらも大量プニ消しかなり使えるキャラ、サイズアップがあります。これがね使えるんだよね。そしてサトバ竜太のこの神技覚醒、タップでデカプニ周囲を消す、スコアタでも大活躍です。さあそしてこのかまいたちがね意外と僕好きなんですよ、キャラ的にね。まあ強さも強いんですけども、このスキルがねとにかく強力です。さあそして天童さん使っていきます。こちらもでっかいボーナス玉を作るサポートキャラとしてはかなり強いキャラかなと思います。さあ福利ゆうちゃんのステージ、まあ、今回ね滅竜士ファイナルということで、一旦福利ゆうちゃんはですね、まあ、プニプニからどうなんだろうね、また違うバージョンで、いやでも滅竜士のキャラだからね、まあ、一旦終了になるんじゃないかと思います。でも福利ゆうちゃんもほんとね、滅竜士イベントではまあヒロイン役というかね、姫キャラというかね、非常に人気のキャラ、しかもちょっとこのお姉さん系のね、大人寄りのアダルトな路線できたからね、セクシー路線でね、なかなかいいよね。まあこの滅竜士イベントの中ではいろんなコスプレって言っていいでしょう、コスプレしてくれましたよ福利ゆうちゃん。まあ、今後もねやっぱり人気キャラなので、何かとなんか記念イベント的なとこでは福利ゆうちゃんのコスプレバージョン、また違う姿見れるかと思います。まあなので、まあ、復刻キャラもあるしね、なかなかいいんじゃないでしょうか。まあとキャラとしてもね福利ゆうちゃんは非常に使えるんで、まあイベントというかね、今後もプニプニでは活躍してくれます。さあこの連発できるこの技のつながりがね、このキャラの強さだよね。しかもこのバフが効いた状態で打てるからね560万ダメージやばいっすね、いっちゃいましたね。もう今回の裏マップはなかなかいい難易度調整してきているのかなと思います。特攻なしでもまあいろんなパーティーでね倒せるんで、まあ編成の楽しさあります。さあそして8ポイント。さあ次はこの 2-3 のステージいきましょうか。さあ竜道ちょいむずです。これぐらいの難易度がいいよね。さあパーティーはですね、さあこのレイ使っていきます。全消し&プニを整理する、スキルが強力、不気味の種族効果アップ、そして福利ゆうちゃんのこの暗部バージョン、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、こちらも非常に強いキャラです。さあそして今回復刻したダブルゼータの中で一番のおすすめ黒竜、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、薄ら影の種族効果アップがあります。さあそして竜人覚醒竜太、アタッカーとしては非常に優秀、スキル2が欲しいんだよな。さあそしてダイオウイカカモネ使っていきます。こちらはまあスキル要因としてね使っていきます。イカちゃん使うぜ。さあこんなパーティーでいきます。イカちゃんはですね、まあパワーダウンがあるので、まあ実質攻撃としては使えないんだけど、スキルが非常に優秀なのでサポートとして使っていきます。ここのステージはうまくねフィーバーをね使うのがポイントです。さあそしてフィーバータイム中に必殺技をぶっ放していきます。さあ福利ゆうちゃん
さあそして黒竜打っていきます。さあこれで半分ぐらい削ったのでもう一回ねフィーバーインして必殺技打っていきましょうか。さあフクリユウちゃんはですねいろんなバージョンがあるんだけど同時に使えないんだよね。同時に使えないというかまあ使えるんだけどキャラの見分けがつかないんで一緒に実質使えないっていうね新たな制限をね運営は仕掛けてきたんだよね。さあ連発していきます。スキルが優秀。そしてこれでいったか。ちょっと足んねえ。もう一発いりますね。微妙に足んねえな。さあフィーバーゲージ一気に溜まる。さあそしてフィーバータイム明けに一発いきましょうかね。さあデカプニー、このリュータもねこのデカプニーが非常に強力。さあ行くぜ。行きましたね。さあ何か落としてほしい。おっとお宝ドロップきたぜ。さあ第7のお宝もう色かぶりばっかですよ。